日本の皆さん、こんにちは。私は最近日本語を勉強しています。私の日本語は今まだまだですが、もっと上手になりたいです。どうして日本語を勉強しているかというと、日本にいた時皆さんと日本語で話せるようになりたいからです。そして日本文化が大好きで、日本文化に敬意を払いたいからです。私の両親は日本に何度も行っているので、たくさん好きな場所があります。私は今14歳ですが、日本に行った時何をしたらいいか、どこにいたらいいか、おすすめはありますか？私のインスタグラムにおすすめコメントしてください。じゃあまたねー。